モルニアとは、ソビエト連邦と、その宇宙開発事業を引き継いだ、ロシア連邦によって運用されている、通信衛星である。モルニア軌道という特有の軌道を採用しており、すべての打ち上げに、モルニアロケットが使用されている。試作機が1964年に打ち上げられて、以降、現在でも使用が続けられており、これまでに打ち上げられたモルニア衛星の総数は150。 以上に上る。しばしば、モルニアという表記も見受けられる。モルニアの開発が始まったのは1960年10月30日のことである。この日、ソ連最初の通信衛星の開発命令が政府によって発令された。開発の担当には、コロリョフの率いるオーク部マイナス1が選ばれた。試験型のモルニア1の設計作業は1963年までに、 完了した。1964年6月4日には、最初の打ち上げが行われたが、ロケットの故障のため軌道投入に失敗した。続く8月22日の打ち上げでは、衛星の軌道投入にこそ成功したものの、アンテナの予定通りの展開が行われなかったため、通信実験が不可能になった。この衛星には、 コスモス41号という名前が与えられ、一部の機能のテストが行われるにとどまった。1965年4月の3回目の打ち上げに至ってようやく成果を上げることができ、初めて正式にモルニアの名が与えられた。その後は年2期から3期のペースでの打ち上げが続き1968年までに運用体制が整った。はじめのうち、モルニア衛星は、 軍事目的を主体として運用された。モルニアの開発、改良は、後に、オーク部マイナス1から、クラスノヤルスクのレ車シェトネフに移管されている。モルニアの本体は、高さ4.4メートル、最大直径1.4メートル、内容積2.5立方メートルの予圧された、密閉容器で、内部の温度は、コントロールされていた。 電力を供給するための太陽電池パネルが6枚ほど、本体から放射状に伸び、花、あるいは風車のような外見をしている。太陽電池を含めた差し渡しは8メートルに達した。質量は、モルニア1型で1650キログラムほどである。衛星は、軌道変更のためのロケットエンジンが搭載されていた。このエンジンは推進剤として、 小酸と非対称ジメチルヒドラジンを使用し、200kg 重の出力を発揮できた。また、地上との通信中は、太陽電池パネルを太陽に、アンテナを地球に向けるように、姿勢制御を行った。衛星の姿勢は搭載されたジャイロスコープによって安定化され、姿勢の感知には可視光センサーが利用された。衛星の設計寿命は、当初1年半から2年だったが、 その後の改良により次第に延長された。1964年から打ち上げが開始された最初のモルニア衛星はモルニア1と呼ばれる。搭載された送信機はアルファという名前のもので波長10メートルの周波数帯を使用し、単方向通信モード、双方向通信モードの両方が使用可能だった。モルニア1は もともと実験衛星として設計され、実用型としては別に、モルニア 1M が設計されていたが、モルニア1の結果が良好だったために、モルニア1がそのまま実用化された。1970年になると送信機をベータというものに変更した改良型のモルニア 1T が登場した。ベータの出力は40ワットで、 0.8から 1.0GHz の周波数で通信を行った。運用体制は1972年に整った。モルニア 1T は主に軍事通信用として運用され、2008年現在も使用されている。モルニア1は1965年から2004年までに計100機が打ち上げられ、うち94機が打ち上げに成功した。 1974年7月に打ち上げられたモルニア 1S は1機だけ、静止軌道に投入され、ソ連発の静止衛星となった。モルニア2は、モルニア1の成功により、宙に浮いたモルニア 1M をベースに開発されたもので、ラドゥが静止衛星と共に、軍事通信のネットワークである、衛星通信統一システムを構築した。 1971年から1974年までの間に試験運用が行われ、1974年から1977年まで実用に供されていた。モルニアには衛星放送にも軍事通信にも利用されていた。モルニアには1971年から1977年までに計19機が打ち上げられ、17機の打ち上げに成功した。 モルニア2に続いて製作されたのが、モルニア3である。試験飛行は1974年から始められ、1977年までに、モルニア2にとって変わった。軍事用のモルニア 1T と比べやや増強された、電力システムを持ち、セグメント3と名付けられた出力40から80、ワット、周波数4から 6GHz の3チャンネル送信機を、搭載している。 一時期は、軍事通信衛星としても利用されていたが、現在では、モルニア 1T が、軍事目的、モルニア3が非軍事目的と住み分けられている。打ち上げはすべてプレセツ空宇宙基地から行われていた。モルニア3は1974年から2005年までに、計56機が打ち上げられた。2005年6月21日に打ち上げられた、モルニア -3K が、 最後のモルニア衛星の打ち上げとなったが、この打ち上げは失敗した。モルニア軌道を取る衛星が地球上を移動する経路。ロシア上空とアメリカ上空に一旦止まる。モルニア衛星は、モルニア軌道と呼ばれる、純動機軌道の一種の極めて軌道離心率が高い、楕円軌道に置かれている。ソビエト連邦の大部分は高緯度地域にある。高緯度から赤道上空に浮かぶ。 通常の静止衛星を眺めると、行格が低すぎて、通信の条件が良くない。そこで衛星を近点高度 500km、遠点高度4万 km、軌道周期が12時間の楕円軌道に投入することが考えられた。この軌道にある衛星をロシアから見ると、地平線から現れた衛星が速度を落としながら空を、上り、天頂近くを非常にゆっくりと移動した後、 速度を上げながら地平線へ沈んでいくように見える。このような衛星を間隔を開けて数機ほど配置することで通信に好都合な天井付近に常に衛星を置くことが可能である。モルニア衛星では軌道面の異なる4つの軌道に各2機の衛星を配置して最低8機でサービスを行う運用が行われた。この方法では 高緯度地域であっても天頂近くに衛星を配置することができるほか、静止衛星への投入に比べ必要とされる速度変化が少ないので衛星の大型化が可能となった。その代わり、通信に使用するアンテナは衛星の動きに追従しなければならない。実際、モルニア衛星との通信に使われている地上のアンテナは電子制御により、 自動で衛星を追尾するようになっている。モルニア衛星1機だけでは常時通信可能なシステムとしては機能しないため、現実には何機かを組み合わせて衛星コンステレーションを構築した上で使用する。モルニア衛星が天頂付近に留まる時間は限られているので、複数のモルニア衛星が交代に天頂に上るようにしなければならない。さらに、 地球の時点を考慮して、それぞれのモルニア衛星を異なった軌道面に投入する必要があった。もしすべてのモルニアを同じ軌道面に投入すると、地球の回転に伴って衛星が天頂に留まる地上の位置が、ロシア領内から西にずれていってしまうことになる。現在は二十数機のモルニア衛星が地球を周回しており、これらが系統だったネットワークを構成している。 その内訳は、軍事用のモルニア 1T 型と民間用のモルニア3型が、それぞれほぼ半分ずつである。衛星が故障したり寿命を迎えたりすると大体機が打ち上げられるが、技術の進歩に伴って、衛星の設計寿命が伸び、その頻度は減少傾向にあった。モルニア衛星は2005年6月に最後の打ち上げが行われた。2006年からは、 後継のメリディアンや衛星シリーズの打ち上げが行われており、徐々にモルニア衛星と交代しているところである。ありがとうございます。